僕の記憶から花嫁が消えた。記憶喪失になった冴えない独身男。なんで手元にはなぜか婚約指輪。渡す人忘れちゃったみたい。僕の記憶力はいつだって完璧なんだ。そこへ現れたのは照彦さん。身に覚えのない恋人たち。彼女が三重にブレて見えると3人いるみたいなんですよ。住友知恵32歳、研究室の若きリーダー。ほんとしょうがない人ね。メルヘン風俗モンデルセン塩崎めぐみ27歳。やったな。ちょっと鈴木若子29歳。生傷が絶えない。はい、頭。結論から言えば3人とも可愛い。困っちゃうね。本当サイズがあったらそれで結婚するわけ。大切な人があなたの指輪を待ってるんでしょ。自分で決めることから逃げてるのよ。知らない。思い出せない。もうつまない。テルヒコずっと何やってたの。恋の記憶をめぐる意外な結末とは。テルヒコ。そうだ、君を忘れるなんてどうかしてた。僕は指輪をはめたい。